ない。私はもう帰れないんだから。お嬢、申し訳ありませんが力づく。高志はどうする気？お嬢をたぶらかしただけです。きっちり落とし前つけさせていただきます。そんな。違うの。私が一人でお金持ち出したんだから、たかしは関係ない。お嬢、違いや。お嬢はそう仕向けられたんですよ。強化、下がってる。ずっと前に決めたんだ。俺は、何があっても強化を守るって。待てこら！あんた、すいません兄貴、こいつ勝手に。ずいぶん賑やかだな。外野の出る幕じゃねえ。一個。そうはいかねえ。あんたらそのガキ殺しかねえからな。やかましい！死ぬ気か！何ぞらせんじゃボケ！大した根性だ。この人数は。くそ！離せ！ちょっと！話をしろ。やれ！ヘイ！Two!
高橋。あ？取った金は置いてけ。ズーズーしすぎる。わかったよ。ダメよ。お金もなくてこれからどうするの？でもよ。クソガキ。てめえそんな半端でお嬢と逃げる気か。チームじゃパシリで、あげくなメールで組み抜けるってか。黙りなさい。いいよ、たかし。もう行こう。お嬢、親父は何よりお嬢の幸せを。ならなんでお父さんは来ないの？それは、その…ふざけないでよ。私はね、お父さんがヤクザなばっかりに今まで散々だった。分かってやす。お友達もできず、お嬢はずっと一人きりだった。親父もそれが不憫でならねえと。たかし。俺。あ？俺、確かに今は半端です。でも、目いっぱい働きます。頑張って頑張って、絶対に京香さんを幸せにしますから。口先だけか。証明します。たかし。よせ。お前は極道じゃねえんだ。さっき口にしたことをやりゃそれでいい。あんたもそれでいいな。親父からの伝言です。え？京香、私は生まれついての極道だ。京香、私は生まれついての極道だ。何十人もの部下を連れながら、だがたった一人の娘を幸せにしてやれない極道者だ。汚れすぎた私の手にお前を抱きしめてやる資格はもうない。だから行け、京香を。よろしくお願いします。はなから組長の描いた絵図通りってことか。もういいんですかい？ああ、そのモニターにじんじまって見れてもいいよね。こいつは。あんたヤクザ嫌いなんだってな。ええ。いいのか？あんたはせがれの選んだ女の親父。俺にはそれだけです。立派な息子さんだ。俺が育てたんじゃないですから。うちもさ。